常に表現しているという場所ですね。まあ、そこで、お客さんがビールも楽しみながら会話をしているというそんな場所です。なんかサーカスの代わりになった感じがしますか、昔のサーカスの。うん、まあここは狭いからね、そんな大したことはできないけど、でもサーカス的なことをやったこともありますよ。カウンターの上でこのアクロバットをやったり、ここに棒を通してここで空中ブランコをやったり、まさにサーカスそのものをこの中でやったこともあるし、それは驚きですけどね、この狭いところで。これ見てください、これアクロバット、カウンターの上でこれカウンターの上でやってるすぐそこでそしてこの人たちがもうこの中でこんなこともやってますよ。こんな持ち上げたりね、もうだからどんなとこでもできるんですよ。楽しかったな最近はね、ジャズのライブばっかりになってきちゃって、これ見てください、この人たちがだんだんすると今度外へ出てっちゃって、目の前のそこでやってんですよ。夜のもう雨上がりの野毛ですよこう自分自身で、そうもう表でやりだしちゃって、ほらこれですよ、このもうお姉さんたちがやったらみんな立ち止まっちゃいますよあ、変わったんじゃないですか。変わんないよ。あ、僕ここ来てないんだ。来てないよ。ここはサーカスの道具を売ってる私の野毛のまた別のお店です。お、ここなんかぐちゃぐちゃなんで、とりあえず見て、あ、いいのがあったらどうぞ。これはね、町は劇場、通りは舞台って、これ野毛の大道芸、私が始めたんですけど、はい、これね、これいっぱいやってますよね。で、僕はここにいますけどマジックやってますなかなかフランスからは来てなかったからね、今みたいに。で、まあ日本に来てみんな日本は良かった良かったって言うから、みんな次から次へと来たがって、じゃあいらっしゃい。あ、これ私パントマイムやってますねふふふ。僕は自分が野毛に来たくて来たわけじゃないんですよね。全てが偶然というかね、こういう仕事をやるのもそうだし、だから野毛は好きで来たわけじゃないんですよ。パリから帰ってきて、それで東京に住んだけど、子供ができたら住んでるとこ追い出されたんですよ。ほいで友達が、じゃあうち行かしてやるから来いよって言われて、それが野毛だったんですよ。でそこへ、まあ今もその友達と会いましたけど、そこへ3年間ぐらい住んで、で住んで毎日ね、暇だし、家の前で、大道芸、女房が俺が回して、私が表でパントマイムやって、それが最初の野毛の大道芸の始まりというか、でそこからだんだん、もっと いろいろやってくれって言われて、声かけて、それがどんどん大きくなっていって、こういうものってのは続いて、まあ成功するかしないかは別としても、続いてやってれば必ずそれなりの効果を生むっていうことは、僕は外国のアビニオンとかエジンバラのフェスティバル見てて感じましたからね。やっぱり何十年も続くと、そのもう経済効果たるや止められないものが出てくるっていうぐらいに、やっぱり裏にすごいものが動いてくるんですよね。町の人たちはそれに気がつかないからね、なんだこんなものやってって、最初は怒られたけど、今ややめるなっつって逆に怒られた
どっちしても来られるの。